皆さんこんにちは、さくやです。さあ今回も進撃の巨人2遊んでいきましょう。はい、続きやっていきます。人類の未来のためだ。装備とかも、ね、一応ね整えましたんで行ってみましょう。それでは各班に分かれ、巨人の掃討を行ってもらう。前衛を駐屯兵団の迎撃班、中衛を支援班が率いる訓練兵団、後衛を駐屯兵団の精鋭班がそれぞれ受け持つ。ウォール・ローゼの死守のため、皆心して命を捧げよう。解散。はっ。エレン、戦闘が混乱してきたら私のところに。アッカーマン訓練兵、お前は精鋭班の後衛部隊に入れ。しかし私の腕では足手まといに。ミカサ、人類滅亡の危機だぞ。何てめえの勝手な都合を押し付けてんだ。悪かった。でも頼みがある。一つだけ、どうか死なないで。死なないさ。俺はこんなところで死んでられないんだ。俺はまだこの世界の実態を何も知らないんだから。おいお前、もう一回言ってみろよ。バカと一緒でついてないって言ったんだよ、私は。なんだと？もう今は喧嘩してる場合じゃないよ。あ、いいところに。聞いてよ、ユミルとポニーったら。はいはい、わかったわかった。私のクリスタに免じて今回は仲良くやってやるよ。ああ、こんな時にいがみ合ってもな。とにかく一緒に頑張ろう。お前らくれぐれも私とクリスタの足を引っ張るなよ。ちっ、口の減らねえやつだ。行こうぜ。はい、第1章第2話ですね。俺たちの任務は中衛部隊の支援だったよな。よし、訓練の成果を見せてやろうぜ。ちなみに今回から難易度はハードにしております。味方は接近して丸を押すと味方にパーティーに加えられると。最大4人まで。なるほどね。ユミルが先行して偵察に出てるの。まずは合流しなくちゃ。行き過ぎた行き過ぎた。ちょっと早いから。ユミル頼んだからね。オッケー。さあお次は、見えたか、えらいことになってんぜ。巨人がもうこんなにいっぱい生えてきたね。本当にさっさと巨人どもを倒すぞ。奇襲攻撃を行うことができます。 R2 を押してると望遠鏡、単眼鏡ね、構えて狙いを定める。三角、あ、見られまくるとデンジャーゾーン。よっ、やっ。さあどこにいる。まずは私もみんなの役に立ちたい。あれね、倒さなきゃ。撃ていい。やれる。威力遅い。私だって。これいける。いける。遅い、これ難しいよ。マジでこれ難しいって。シビアすぎるタイミングが。ガス不足、ふざけんな。
行け。ちょっと待って、これ死亡フラグ、やばいやばいやばい。巨人を全部倒せばいいのかな。あ、ここで復帰。あ、見られた、やばい。待って待って、どうなってんのこれ。やべ、死亡フラグ立ってる。よし、回復。ここに拠点を。オッケー。でもハードにした瞬間いきなりやべえんだけど、何これ何これだよね。いや、まあ、カジュアルは緩すぎたからね、さすがに。まあ近くの巨人から攻めていきますか。味方もいるからね。ただこの刃もね、だいぶ消耗してる。あ、見られた。怖いです。よし、行くぜ。はい、足2本ゲット。あー、やばい、これやばいって。はい、おけつゲット。いけい。拠点壊滅。ちょっと待って、1個死んだな。やるじゃねえか。行こうぜ。ああ、そこのバカより100倍マシだな。おい、誰のことだよ。コーニーのことだよ。さあ、縁談発見。さあ、そこに向かえばいいのかな。副任務が発生します。おっほー、あ、これはいいね。大事なに行こう。あの縁談、救援要請だよな。おい、助けに行くぞ。これまだチュートリアル感あるよね。ほっとけよ。あっちは私らの持ち場じゃねえだろ。でも私は行く。見捨てていい理由なんてないよ。行くぞ。やっほう。あ、飛ばせない。なんかやべえのいいんだけど。さあ、ナイスです。誰か死んだ。もう誰か死んだってね。さあ、もう少し。今助けるぞ。いやー、ちょっと待って待って待って、倒したよ、普通に。ありがとう、助かった。感謝しろ。ちょっと何かあったらその縁談で知らせてくれ。その時は君の援護に向かう。助かります。これを使えば拠点を設営してくれて補給も受けられるんですよね。壊されちゃうけどな、なぜか。新たな縁談を発見。ちょっとふざけるな。頑張らなきゃ。私もみんなの役に立ちたい。バディアクション、まあまあ、攻撃系と捕獲と回復かな。先行弾もあるんだね。住民を捕食、やばいな。くっしゃ、
なのねえだろ。行くぞ。もうちょっと。トーマス。移動快適だよね、本当ね。爽快感がすごい。みんな、話は後だ。巨人が近づいてきてる。そうだよ。よし、やるぞ。この調子なら。さあ、あと一気に首いっちゃいましょう。正面からいけるか。あ、ダメだ。角度不良。いやあ、危ねえ。そんな勢い来る。やばい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 。デンジャーすぎるって。オッケー。おっしゃあ、危ねえ。でもハードモードやっぱいいね。緊張感あるよ。あと巨人をちょっと補給地点ある、行こう。やばすぎだろ。何あれ、これなら行けるかな。倒さなきゃ。や、やってみせる。や、オッケー。よし、オッケー。まあもう首いきたいな、いきなり。よし、撃破。でも攻撃失敗ってのは何だ、評価があんのかな。行こう、エレン。僕たちの持ち場はこの先だ。そうですね。また後でな。よし、俺が討伐するトップだ。あ、エレン、気をつけてね。そろそろガスが心配だな。一度本部に戻って補給しようぜ。そうだね。無縁団、やばいってことだよな。まあ見れば分かるってことだよな。あれか。私がやらなきゃ。チクショ、もうダメだ。誰か助けてくれ。助けに来たんだけど。オッケー。この調子なら。なんか慣れてきたよ。今の顔アップしないで、一瞬やばい。アバター変えるらしいけど、どこで変えるのか分かんないんだよね。手伝わせてくれ。トロスト本部に帰還せよ。どこ、あれか。ちゃんと謎発見。お前らか。巨人が邪魔で補給に行けるんだ。討伐を手伝ってくれ。分かった。死にたくねえよ。せいや、死にそうなんだけど、やばいって。よし、回復。オーケー、いくぜ。じゃねえか。この調子なら。いくぞ、首狙い。いいね。でも上登れないんだけど、ふざけないでくれ。よし。カメラがやばいやばいやばい。あれか。仲間が死んでいく。
バレた、やばいやばい。これよ、マジ一発ですげえ真相なんだけど、やば。助かった、これで絶対できる。また緑になってんだけど。俺らはこっから前線の支援任務だろうが。さあ本部より救援補給可能。補給するわ、やべえわ。いびって動けねえやつはほっとけ。とっとと補給するぞ。どこだ、あれか、近いかな。これだ。補給しておこっか。そうだね、助けに行かなきゃダメか。補給したときこれちょっと回復してほしいな。これ一回切りとかじゃないのに大丈夫。あ、一回切り系のやつ。もうガス切れたら戦えないからね。さてこの緑のやつをどんどん進めていけばお話が進む感じかな。いちいち川を越えなきゃならないのがちょっと大変だね。さあ発見。そう、俺はもう死ぬのか。行くぜ。誰か救援を頼む。遅かった。行くぜ。よし、ここから離れるぞ。待って、巨人が一体こっちに近づいてきてる。マジマジ、なんだこいつ、燃えてるけど。ほっとくわけにはいかねえな。ここで仕留めるぞ。さあ、大型の巨人を討伐せよう。いいね。助かったぞ。感謝する訓練兵。俺は砲台を起動し援護に回る。私だって。せいや。一撃で決まらなかった。無理すんなよ。その巨人、他のやつよりヤバそうだ。まあ見りゃわかるわ。巨人の中にはとても強力な個体が存在します。緑の弱点を攻撃すればいいと。なるほどね。そんで、もう弱点か。硬いんだけどこいつ。よし、もういいだ。行くぜ。いや結構かっこよく決まってるけど、ダメージがないっていうね。行くぞ。加速足りない。よし、オッケー。ガス切れか。大したことなかったな。もういいだろ、撤退しちまおうぜ。アルミン、どうした。なんだ、エレンたちが向かった方からだ。急ぐぞ。精鋭部隊は総崩れじゃないか。決して楽観視していたわけじゃなかったが、これはあまりにも。飛行した。何しやがる。待ってやがれ。よくもどうだすわ。
でください。そんな、なんで僕は仲間が食われている光景を眺めているんだ。さあ、みんな無事だろうか。無事じゃ済まないだろうな。なんだよ。まさか。まあ結構最初の方だね。おいおい、ユミル。みんな無事だ。そうだね。よいしょ。これくらいかな。特に装備はなんか何もなかったかな。ってことで行きますか。助けに行こう。最善を尽くそう。はい、オッケー。行くよ。アルミ、大丈夫？顔色が悪いよ。エレンたちと同じ班だったよな。あいつらどこ行ったんだ。アルミ、まさか。見りゃわかるだろ。全滅したんだよ、こいつ以外は。うるせえな。アルミは何も言ってねえだろ。こんな巨人から丸見えの場所でおしゃべりしてる場合じゃねえ。私らも食われちまう。やめて二人とも。とにかく目立たない場所に移ろう。アルミ、動ける？お前ら休んでる暇はねえぞ。巨人どもにだいぶ押されちまってる。市民の避難はまだ済んでねえ。今公営に抜けられたら大変なことになるぞ。うん、でも気になることでもあるのかい？アルミンの様子がおかしくて。何があったのか大体察しはつくけど。とにかく今は時間がねえ。生き残りの兵をかき集めて少しでも巨人を食い止めるぞ。あなたは先に行ってて、私たちも後で合流するから。さあ、第3話いきますか。前衛は壊滅状態だってのに、後方にいる住民の避難はまだ終わらねえのか。そうみたいだね。俺たちで中衛を援護して巨人を食い止めるしかねえだろ。巨人を討伐し救援せよ。中衛の範囲に巨人が近づいてる。
助けなきゃいけない状況みたいだ。あー無理だった。援護します。あーやばいやばいやばい、これ無理無理無理。はい、ということで、じゃあ、死んでしまったので、今回はこれにして、次回また、3話からね、始めていきたいと思います。なわけで、ぜひね、チャンネル登録、コメント、評価、よろしくお願いします。それではまた次回、進撃の巨人2でお会いしましょう。今回は、この辺で。